こんにちは、シカです。はい。ということで、今日はですね、韓国の通販サイトメイビンスのお洋服を着て、秋のルックブックをね、しようかなと思います。はい。で、今日はですね、トップスをメインに、紹介しようかなと思うんですけど、まず1着目着てるのが、クロップド丈ニットのブラックですね。私はブラックを選んでみたんですけど、ホワイトとグレーもあって、下のパンツはスラックスをね、シンプルに合わせてみました。で、スラックスもいいんですけど、今着替えてみて、普通にジーパン?ジーンズ?で着ても、やっぱブラックなので何にでも合いますね。カバンもこんな感じで、肩かけたりして、はい、どうですか?で、ニットも普通のニットじゃなくて、さりげなくポイントで編み編みになってるニットなので、可愛らしいと思います。はい。で、次、後ろにかかってるこちらの、パフ半袖ニットカーディガンですね。はい。ちょっと前髪を整えさせていただいて、こんな感じですね。まだ秋だから、そこまでね、寒くないと思うんですよ。なので、真冬になる前に、着て上からね、ジャケットとか羽織ったらいいかなって思います。今回これは私アイボリーね選んでみたんですけど、アイボリーベースに青とか緑とか他の色がねちょこちょこある感じのニットですね。すごい大人っぽい感じで、ここの肩の部分もバルーンみたいになってるので、女性らしいシルエットを出してくれるかなって思います。はい。で、下さっきはジーンズですね履いてたんですけど、白のスラックスとか合わせてみるとさっきよりもうちょっと大人っぽさを演出できるかなと思います。はい。ジーンズだとやっぱりねカジュアルめになるので、まあその日の気分によってパンツ合わせてみてもいいかなって思います。はい。ということで次ですね、こちらの赤いカーディガンですね。この赤いカーディガンも、クロップド丈ニットカーディガンなんですけど、個人的にね今年の夏からずっとクロップ丈にめちゃめちゃハマってて、なんかそれが秋まで私の中では流行り続けている感じなので、クロップ丈が今回ね多めの紹介になるんですけど、可愛くないですか？クロップだと女性らしさのラインが出るって言えばいいのかな。で、普通にさっきみたいにカーディガン単体で着てもいいし、中にね T シャツ着て、上からこうやって羽織ってもいいですね。次はニットカーディガンですね。こちらは普通の丈のカーディガンですね。さっきの赤いカーディガンと比べたら丈が少しね長めかなって思うんですけど、クロップ丈じゃなくてね普通の丈のカーディガンがいいよって方はね、こちらのカーディガンをおすすめしますね。無地というよりこちらもね近づいてみたらちょっと模様が入っててポイントになってるので可愛らしい感じのカーディガンになってます。はい。で、下をね履き替えてみたんですけど、どうですかね。下のパンツ変えるだけでも結構変わりますよね。で、中のね T シャツも脱いでみました。 T シャツを脱ぐことによってねこんなに雰囲気変わるんですけど、やっぱ鎖骨とかデコルテライン見えることによって女性らしさがより出ますよね。で、さっき言ってたこの模様をね今必死にアピールしてるんですけど、普通のニットよりもいろんな模様がなみなみとかいろいろ入ってて可愛らしいです。で、このカーディガンは5色展開してて他にもねいろんな色があるので、まあ基本の秋のアイテムとして1着持っておくと便利かなって思います。はい。デイリー使いに最適ですね。はい。で、次なんですけど何を着ようとしてるのかな。はい、正解はシャツですね。こちらが、7色タック入りシャツということで、私が大好きなシャツなんですけど、シャツはね結構いろんな色をね私持ってるんですけど、考えてみたらベーシックなホワイト、アイボリーっていうのかなのシャツを持ってなくて、なので今回新しく新調してみました。シャツ1枚でね着るのはもちろんいいんですけど、秋なのでねやっぱ肌寒い時とかあると思うんですよ。なのでこうやって上からカーディガン羽織ったらポイントになってねおしゃれに見えると思います。コットン 100% の生地なんでね、ホワイト着てても透けることはないです。はい。
で、私は個人的にベストが好きなので、シャツにベストをねこうやって合わせて春とか秋とかこうやって着ることが多いんですけど、こうやって着たら結構なんだろうな、学生っぽいですかねちょっと学生感が出る感じで、私は結構ベスト着るのが好きです。袖の長さはね、私いつも2回かな3回ぐらい折って着ることが多いんですけど、伸ばしてきたらこんな感じですね。長めです。はい、長めっていうか普通のシャツの丈なんですけど、2、3回折ってきた方がね個人的にはすっきり見えて結構綺麗なイメージっていうのかながあるので、いつもこうやって折ってきて、さっきはスラックスをね履いてたんですけど、皆さんジーンズは持ってるかなと思うので、全体的にねジーンズで今着回してみてるんですけど、ジーンズ着るとやっぱりカジュアルになりますよね。でちょっとねカジュアルすぎかなって思ったので、私は今一生懸命シャツをねパンツの中にインしてちょっとすっきりめに見せようとしてます。結構これでも印象変わりますよね。どうですか？こちらの方がスッキリしてて個人的には好きなんですけど、まあその日の気分によってシャツインするかシャツインしないかね決めていただけたらと思います。はい、次ですね。次、襟付きハーフジップアップニットなんですけど、これねなんか流行ってるんですかね、今年韓国の街でよく見かけるんですよ。こう半分だけジップアップになってるの。個人的に結構ねパンツスタイルが多いんですけど、今回はね2ボタンデニムロングスカートのロングスカですねに合わせてみました。どうですか？可愛らしいですよね。でスリットが普通横とか後ろにねついてると思うんですけど、これは前についてて歩きやすいのと、ポケットも後ろに2つついてます。はい、で今はニットをねインして履いてるんですけど、こういうニットインしてもいいし出してもいいし、もしくはさっき着てたねこういうクロップ丈と合わせてみてもいいかなって思います。個人的に今回選んだトップスだったら何でも合うかなって思うんですけど、デイリー使いできるようなトップスを今回選んだので、皆さんもね真似して着てみてください。で今回ね着てみた中で一番気に入ったのを今着てみてるんですけど、一番最初に着ていたクロップド丈のニットですね、これが結構一番気に入ってて最近よく着てるんですけど、どうですかね、近すぎてすいませんはい、他にもホワイトとグレーかな、3色展開してるので、お友達とシミラールックしてお出かけしてもいいかなって思います。私も他の色欲しいなって思ってるんですけど、はい、こんな感じでメイビンスのルックブックですね終わろうと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。